谷口さんに聞きたいんですが、谷口さんって携帯にアプリどれくらい入ってます？私50以上は あると思うんですけど、でも実際使ってるのは10に満たないと思いますね、はい、その中で多分ヤプリさんがサービスしてそうなブランドカンパニーだとか事業会社のアプリって何個くらい入ってます？すなわち LINE とか Facebook ってもうそのコミュニケーションツールじゃないですか、はい、で例えばまあどっかのよくあるやつだとどっかのファーストフードのアプリが入っているとか、うん、はい、どっかの服のブランドのアプリが入っているとかって何個くらい入ってる？3つくらいです少ないですね。でここが結構今日の問題で、はい、作ってる方はみんな入れると思ってるんですよ、ブランド側は。でもしかも、ね、開くのもレジの時だけとかで。そうですね。でも作る方はアプリ入ったらスマホにずっといるから24時間365日私のブランドのこと見てくれると思っちゃうわけですよ。あ、それは申し訳ないですけどちょっと使ってないですね。でここのギャップを埋めなきゃいけないっていうのがこの後の多分話だと思うんですけど、そうですね、で多分今出てきたノーコードとかスピードっていう部分ちょっと次のページにまとめたページがあると思うんですけど、はい、そうですね、はい、この辺というのがまさにおっしゃった生活者感覚とブランドの感覚というギャップがありますので、そこを埋めていくことは今後のマーケティングにおいても必要なポイントだと思っています。で、まあ、スマートフォンアプリただ作ってもおしまいではなくて、作っていただいて顧客とコミュニケーションどうやっていくかって設計、まあ、全体設計までしないとやはり成功しないというか、うん、僕が当然パルコとかキリンに行った時もそうですし、まあ、アプリにいてお客さんと向き合っていてもそれを感じている部分ですね。これよく言う話で言うと、あ、そっか、さっきの3つの話を聞けば もっと分かるんですけど、3つのブランドのアプリってその後 iPhone とか Android 本でアプリのバージョンアップってした記憶あります？ないです。でも Facebook とか LINE のアプリって結構バージョンアップ頻度をよくされません、はい、やっぱり頻繁に使うのもあって、うん、でも不思議じゃないですか、 Facebook はバージョンアップしてとあるブランドはバージョンアップされてこないって。それだけ動いてないってことですか？いや、動いてないのもあるんだけど、はい、もう一つ言うと Facebook のアプリは多分アプリをちゃんと責任を持ってバージョンアップする人がいるんだけど、そうですね、多分ブランドのアプリは作る時に最大限魂を込めて作っちゃうので作った後しばらく放置されること多いですよね。多いケースですね。まあ、それが先ほど申し上げたスクラッチというパターンによくあるんですけども、まあ、一度作ったバージョンは iOS の バージョン何にしか対応してないとかっていうケースになるんですけども、うんうんうん、やはりお客様との長い関係性を作っていく時には最新の端末にフィットした形で最適なコミュニケーションしなきゃいけないので、そういったことも企業は今考えなきゃいけないかなと思ってますね。すなわちここで出てくるアップデートっていう言葉はもちろんその事業会社が新しい機能をバージョンアップするというのアップデートも含まれているけど、機種とかその携帯の OS のアップデートも対応しなくちゃいけないわけですよね。おっしゃる通りです。でアプリの場合はその機種だとか OS 依存のアップデートはアプリ側がしてくれるんですか？おっしゃる通りです。そこも月額費、まあ、ちょっと宣伝っぽくなっちゃいますけど月額費用の中に含まれてまして、はい、なのでそういった裏側のことはマーケティングやってる方気にしなくてよくって、うん、本当顧客コミュニケーションどうあるべきかに追求だけをしていく仕事に専念していただければいいと、うんうん、裏側の面倒くさいことは全部僕らの方で巻き取ってそんな感じですね。なるほどなるほど。だから結構やっぱりモバイルのアプリ開発って今までの、まあ、ウェブの開発とちょっと違いますよね。違いますね。でそのノーコードプログラミングのその流れって大体大まかに言うとこういう流れを本当は会社の中で動かしてねっていうことだと思うんですけど、はい、ちょっと説明してもらってもいいですか？はい。まあ、これはスマートフォンアプリというか、まあ、アプリというですねテクノロジーが詰まったものによくある流れなんですけども、まあ、今上に出しました開発ってありますね、うん、まあ、開発してまず出しましょうというのは当然あるんですけども、実際もっと大変、重要なことですね、こちらの運用ですとかその後の分析またアップデートですね、こういったサイクルを回していくことによってちゃんと顧客コミュニケーションを充実させたものにしていく、そんなところサイクルが重要かなと思ってます。この辺というのはまあ、より生活者に本当に身近なデバイスだからこそですね、重要にした方がいいポイントだと思ってまして、これは別にアプリでアプリを作った場合じゃなくても同じサイクルは当然走ってくるんですけども、そこに対してどうコストとかリソース自社の、当てていくかっていうのはやはり実企業によって変わってくると思いますんで、この辺のさじ加減とかバランスっていうのはまだ日本は黎明期というかっていうふうに僕は感じたりしますね。これ開発っていうのは多分皆さんもどんなアプリにするのか考えなきゃいけないっていうことはよく分かってて、はい、でかつ運用っていうのは例えばアプリがインストールするときに困ったお客さんがいた場合対応しなくちゃいけないとか、とあるアンケートフォームでうまく入れられないお客様を対応しなくちゃいけないっていうのは分かるんですけど、データ分析ってアプリの場合どんな分析があるんですか？アプリはですねよく指標で言うとですね、多分ウェブサイトを運営されている方だと、お分かりだと思うんですけど、よくセッション数とか PV 数って意識されると思うんですけども、はい、ああいった健康指標
診断と同じようにアプリもやはり健康診断の手法がありまして、はい、よく、まあ、LINE さんってさっき話した LINE さんと数千万人が使ってますとか、はい、であとちょっと専門用語になっちゃうんですけど MAU っていう言葉があったりしますけども、はい、それはマンスリーアクティブユースというような、はい、月にどんぐらいお客さんとか使ってるかっていう指標がありまして、はいはい、そういった、どれだけ多くの方が使っていただいているかっていう部分と、うん、あともう一つはそういう定量的なものと定性的な面でいうとどんな機能が支持されているかとか、 あとまあ企業が用意したこんな機能はあるけど使われてない機能もあったり、さっきあの多分お店に行ってポイントカードを使うけど他のものは使わないとかあると思うんですけど、はいはい、ああいった分析ってやはり運用を回していく中で改善をしていく、そんなサイクルですね。アプリの中にはそのよく使われるようなモジュールは最初から入ってる感じなんですか？おっしゃる通りです。あのもうモジュール入っていまして、あのなんかゼロから作ると本当その機能を作んなきゃいけないんですけども、はい、僕らはよくレゴブロックに例えてまして、はい、あのレゴってねブロックを組み立てて好きな形が作れる、うん、あれと一緒であの皆様と一緒になんか必要なものをパーツを組み上げて組み立てていくっていう、そんなアプリを作ってます。